はいどうも、おばんです。ズキです。皆様、400部といえば何のことか分かる方もいらっしゃるかもしれませんが、それが真実になってきたんじゃないかなっていうことでお話しさせていただきたいと思います。はい、ということでね、400部って何かっていうと、乃木坂46個別握手会の、売上部数が400部達成したら免除されるという噂なんですけど、それがですね、400部を超えたメンバーがスケジュールの都合により今回の個別握手会不参加っていうのが、結構前から続いてて、17枚目のシングルから白石麻衣、松村沙友理、生田絵梨花、この3名が不参加という形で、それの前回ぐらいに400部を超えているんですよ。スケジュールの不都合っていうことで不参加になってるんですけど、その後もちろん人気がどんどん上がってくるので、この人気メンバーもどんどんこう不参加がこう続くんですよ。続いてっつって、まだね18枚目ぐらいの時は数名だったんで、人気メンバーだし忙しいから、風の噂じゃないかなっていうので、それがね、次回のフォースアルバム不参加メンバーですよ。秋元真夏、生田絵梨花、斎藤飛鳥、桜井玲香、白石麻衣、高山一実、松村沙友理ですが、スケジュールの都合によりフォースアルバム発売記念個別握手会を不参加させていただきますという文言があるんですよ。ついに斎藤飛鳥も400部乗ったんですよ。前回で400部乗っちゃったんですよ。で今までは疑心暗鬼で言ったファンの中の噂でも、前回の時ね、斎藤飛鳥が不参加になれば400部っていうのは硬いねみたいな、そういうことなんですよ。免除免除っていうのはファンの中のあれであって、スケジュールの不都合だけど、運営側として言ってしまった方がいいんじゃないかなとズキは思ってます。400部達成する人気があるってことは、他の仕事が忙しいっていうことでもあると思うので、400部達成すると参加率が下がりますとか、本人の意向で他の仕事が詰まっていれば不参加が認められますみたいな文言をちゃんとしっかり残せばいいんじゃないかなと思ってます。だけど、一方、このもう400部を超えた人気メンバーが個別握手会に来ることによって、他のメンバーにこう人が割り振れられない、結局人気の人が全部こう集客して全部持ってったら、結局ね、今入ってきた4期生だとかアンダーで頑張ってるメンバーだとかに個別握手会のチャンスが来ない、会場も取るのが難しくなっていくっていう意味では、人気メンバーが握手会を卒業するっていうのはありなんじゃないかなと思って、全国握手会でこの「ありがとうございますありがとうございます」ぐらいのやつは開催されてるんで、人気メンバーは本当にそれぐらいでいいんじゃないかなと思ってます、正直。握手会で人気を集めて選抜メンバーに選ばれるなんていうメンバーも中にはたくさんいましたし、あと AKB さんもそういう感じで触れ合えるからこそ人気になるみたいなところがあると思うので、だから下部のメンバーが触れ合える機会を多くして、もっと人気を出して、このグループ全体として生き残っていくためには、その人気メンバー、主力メンバーの不参加っていうのは、運営上仕方ないと思ってます。他にね、人気を回して乃木坂46として売れていくためには、それが必要なのかなと思ってます。